第30走行敵弾兵旅団、アルプ旅団は、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。第10走行士団霊下にあって、旅団司令部をエルバンゲンに置き、旅団霊下部隊は、バーデンビュルテンベルク州に駐屯していた。1958年5月12日に、レーゲンスブルクにて C4 戦闘軍が編成され、同年、エルバンゲンに移駐する。エルバンゲンでは、最初の部隊である、 第24敵弾兵大隊が編成される。1959年3月に戦闘軍は第30装甲旅団に改編される。旅団は当初から第10装甲師団励下にあった。陸軍第2次編成期の旅団励下部隊は以下の通り。1970年に第284戦車大隊は第304戦車大隊に改称する。ハイデンハイムの 第104戦車大隊は1971年10月1日に第304戦車大隊に改編され、第10装甲旅団から編入される。第306補給大隊は1971年に解体され、第3中隊は第300整備中隊となる。輸送中隊は1974年に第300補給中隊に改編される。 第300装甲偵察小隊は1979年7月に、エルバンエイ原営シ止再び旅団司令部中隊令下に編入する。1981年4月1日に、第30装甲旅団から第30装甲的弾兵旅団に改編される。第301装甲的弾兵大隊と第303装甲的弾兵大隊が旅団編成に加入する。 1989年から1991年にかけて第5次陸軍編成の枠組みにおいて大規模部隊実験の一環で幹部人速成長実験の全3事例を実証する。1992年から1994年、いかけて両団は大規模な再編成を実施する。第301、第302、第303の全3個走行的兵大隊は、 解体される残りの第305装甲砲兵大隊、独立中隊、司令部及び装甲砲兵中隊は残存した。指定点の第294装甲的弾兵大隊と民人元の第285装甲的弾兵大隊が霊下に編入される。第282装甲的弾兵大隊は、非現役部隊となり、 第284総合敵弾兵大隊も、非現役部隊となる。両部隊とも、機関部隊と同様に解体するまで予備役兵を運用し、緊急時には、急速に戦力化される。旅団直轄部隊は次の部隊であった。第504拠点衛星センター、非現役の第300野戦予備中隊、第300駆逐戦車中隊及び、第300総合公兵中隊で、 旅団司令部中隊から非現役の第300装甲偵察中隊が除外された。1993年4月にフランケシュアルプス及びシュバーベンアルプスの地元旅団として愛称アルプ旅団が与えられる。旅団は1995年、1997年及び2000年に和平利口部隊と平和安定化部隊に部隊を派遣している。 1999年以降、第30総攻的弾兵旅団は SFOR 派遣部隊に対して訓練を施した。1999年に旅団は緊急展開部隊の枠組みで第2軍団における緊急展開任務を遂行する。2002年にメルリヒシュタットの第352総攻的弾兵大隊と第362総攻的弾兵大隊及び、 キュルスハイムの第363戦車大隊が旅団に編入される。2003年にクーゼルの第345装甲教育砲兵大隊と統合する。2003年、旅団冷化部隊は SFOR、クファー国際治安支援部隊及びアライドハーモニー作戦の第6次保遣隊に出動している。2004年に第282装甲的弾兵大隊。 第284戦車大隊、第304戦車大隊及び、第300装甲偵察中隊が解体する。第285装甲砲兵大隊は2004年まで、旅団に残った。2005年に第4次イサフ派遣隊として、カーブルに、第8次イサフ派遣隊及び、コソボの、第11次コソボ治安維持部隊派遣隊に出動した。2006年、メルリヒシュタットの、 第352装甲的弾兵大隊、キュルスハイムの第363戦車大隊と第300甲行兵中隊が解体される。2008年3月31日に旅団は解体する。2003年1月1日から連続した第345装甲教育砲兵大隊は陸軍部隊旅団に配点する。第九十四装甲的弾兵大隊、 第300野戦予備中隊は、旅団と同時に、解体された。旅団の最終任務は、危機からの防衛準備、国土防衛、国民支援業務及び人道的平和維持活動に出動していた。旅団は、長年の社会的貢献を称えられ、解体前に、連邦軍社会福祉名誉黄金メダルを授与された。1999年9月から刑に出ロ論が、 旅団の講演都市となる。また、旅団は、隣国のオーストリア共和国マウターン・アンデアドナウに、駐屯するオーストリア連邦陸軍第三、総合的弾兵旅団と協力関係を持っていた。ありがとうございます。